平野翔のインスタグラムストーリーがファンを魅了する理由。サマソニでの熱い思いを語る姿に感動。平野翔のインスタグラムストーリーは、ファンへの愛が詰まっている。現代のアイドルとファンとの関係は、以前に比べて大きく変わってきました。特に SNS の普及は、アイドルとファンの距離を物理的にも心理的にも縮めています。平野翔という名前を聞くと、 誰もがその魅力的なルックスと才能に惹かれることは言うまでもありません。しかし、彼の真の魅力は、ファンとの深い絆とその築き方にあります。その鍵となるのが、インスタグラムのストーリーです。平野翔は自身のインスタグラムアカウントを通じて、日々の生活や舞台裏、さらには自撮りなどをファンと共有しています。その度に、ファンは彼の自然体の姿を垣間見ることができ、 それがまた彼の人気を支える要因となっています。彼のストーリーは単なる映像や画像の共有にとどまらず、ファンとのコミュニケーションツールとして機能しています。彼がサマソニーに出演した際のストーリーも、その一例です。サマソニーは多くのアーティストが出演する大型音楽フェスティバルであり、平野翔にとっても特別なステージでした。ファンは彼のステージパフォーマンスに熱狂し、 その後も彼のストーリーを通じてその余韻を楽しみました。彼がストーリーにアップした字撮りやコメントは、ファンにとって非常に貴重なものであり、まるで彼と一緒にその瞬間を共有しているかのような感覚を与えてくれます。翔くんがサマソニのステージを終えた後、疲れた表情を見せることなく、むしろその輝きを増している姿は、ファンにとって大きな励ましとなりました。特に彼がストーリーで見せたゴンフとネックレスを身につけた姿は、 ファンにとって愛おしい瞬間でした。このように、彼のインスタグラムストーリーは単なるエンターテイメントではなく、ファンと彼との絆を強めるための重要な手段となっています。彼がファンに向けて、大阪も楽しんでね、とコメントを残した際、ファンはその言葉を心に刻み、彼が次のステージでも最高のパフォーマンスを見せてくれることを期待しました。そして、彼が大阪へと向かう道中でも、 ファンは彼がストーリーを通じて共有する些細な瞬間を見逃さないようにしています。翔くんがどれだけ忙しくても、ファンとのつながりを大切にしていることが、そのストーリーから伝わってきます。彼が疲れている様子を見せないこと、そして常に前向きな姿勢を保つことが、ファンにとっては大きな励みとなります。さらに、彼のファッションセンスやアクセサリーの選び方にもファンは注目しています。ゴンフトネックレスはその一例で、 彼がそのネックレスを何度も身につけている姿を見たファンは、彼がそれを大切にしていることを感じ取り、同じようにネックレスを購入するファンも増えました。このように、彼のスタイルや選択はファンに大きな影響を与えています。大阪も楽しんできてください、スパーク翔くん。サマソニ一デーモを最高炎。行きたかったなぁ、泣きっ面。大阪までゆっくり休んでね、グーグー。ありがとう気をつけて大阪来てね。 明日のサマソに大阪楽しみにしてるよ。惚れる泣き笑い稲妻稲妻稲妻。画面の前で一緒に挙手してたよ。観客あおるナンバーアンダーライン愛最高にかっこよかった大阪で待ってます。サマソに行けないけど。翔くんが大阪に来てくれることだけで嬉しい。これから大阪向かうんだね。サマソに東京公演お疲れ様赤いハートは紫ハート。テレビ最前列でぶち上がった稲妻。 最後の放題不吉そうだったけど。大丈夫かなそりゃそうだよね。今日はもうゆっくり休んで。明日に備えられてるといいな、翔くんストーリー。ありがとう、ハート様ソにお疲れ様。体調に気をつけて、大阪も思いっきり。ぶちかましてきてねえ。少しでもゆっくり休めますように四つ葉様ソに東京めちゃくちゃ。暑かったね。今日もほんとかっこよくて最高な。 パフォーマンスをありがとう赤いハートは。大阪も頑張ってね。ファンは彼のストーリーを見ることで、彼の日常に触れ、彼との距離を縮めることができると感じています。彼がどんなに遠くにいても、ストーリーを通じてファンは彼を身近に感じることができるのです。このような SNS を活用したコミュニケーションは、アイドルとファンの関係に新たな形をもたらしています。翔くんのインスタグラムストーリーは、 ファンにとって日々の楽しみであり彼とのつながりを実感できる貴重な瞬間です。サマソニのステージが終わった後も、ファンは彼のストーリーをチェックし、彼の次の動きを追いかけています。彼が次にどんなストーリーをアップするのか、どんなコメントを残すのか、それがファンにとって大きな楽しみとなっているのです。また、彼のストーリーには、彼がどれだけファンを大切にしているかが表れています。 彼がファンのコメントに反応したり、ファンの気持ちに寄り添ったコメントを残すことは、ファンにとって非常に嬉しいことです。彼のストーリーを通じて、ファンは彼の思いやりや優しさを感じることができ、それが彼をさらに応援したいという気持ちにつながっています。さらに、彼のストーリーは単なるファンとのコミュニケーションツールではなく、彼自身の自己表現の場でもあります。彼がどんな気分でいるのか、 どんなことに興味を持っているのか、ストーリーを通じてファンに伝えることができます。これにより、ファンは彼の人間性をより深く理解することができ、彼との絆を深めることができるのです。サマソニーのような大きなイベントだけでなく、彼の日常的な瞬間を共有するストーリーもまた、ファンにとっては非常に重要なものです。彼が何気ない瞬間を切り取ってアップするストーリーは、 ファンにとってその一瞬を共に過ごしているかのような感覚を与えてくれます。彼がどんな場所にいるのか、何をしているのか、その情報を得ることでファンは彼をより身近に感じることができます。さらに、彼がどんな食べ物を食べているのか、どんな音楽を聴いているのか、そういった些細な情報もファンにとっては貴重なものであり、彼との共通点を見つけることでさらに親近感を抱くのです。このように、 平野翔のインスタグラムストーリーは、単なる SNS の機能を超えて、ファンとの絆を深めるための重要なツールとなっています。彼のストーリーを通じて、ファンは彼のことをより深く知り、彼とのつながりを感じることができます。そして、それが彼の人気を支える大きな要因の一つとなっているのです。彼がストーリーを更新するたびに、ファンはその内容に夢中になり、彼とのつながりを再確認するのです。 彼のストーリーは、まるでファンとの対話のようであり、ファンにとっては日々の楽しみとなっています。また、彼のストーリーはファンにとって励ましのメッセージでもあります。彼が忙しい日々を送っている中で、ストーリーを通じてファンにエールを送ることで、ファンもまた彼にいらたいという気持ちが強くなります。彼の頑張りや努力を目の当たりにすることで、ファンは自分自身も頑張ろうという気持ちになり、彼から大きなエネルギーをもらっています。 彼がどんなに忙しくても、ファンとのつながりを大切にしている姿勢は、多くのファンにとって感動的です。しかし、彼のストーリーがもたらす影響はそれだけではありません。彼がどんな場所でどんな活動をしているのか、どんな気分でいるのかを共有することで、ファンは彼の生活の一部を垣間見ることができ、それがまた彼への興味を引きつける要因となっています。彼のストーリーは、ファンにとってまるで日記のようであり、 そのののの日記をを通じててて彼の人生の一部を共有ででききるることととがファンにとっっ大なな喜びとなっているのです彼のストーリーは時にはファンに対する感謝の気持ちを伝える場にもなっています彼がステージでのパフォーマンスを終えた後にファンに向けて感謝の言葉を残すことでファンは彼との絆を再確認しさらに彼を応援したいという気持ちになります彼のストーリーを通じてファンは彼の人柄に触れ 彼を一層好きになるのです。そして、彼のストーリーがもたらす影響は、ファンだけでなく、彼自身にもあります。彼がストーリーを通じてファンとつながることで、ファンからの応援やエールを直接受け取ることができ、それが彼のモチベーションとなっているのです。彼がどれだけ忙しくても、ファンからの応援メッセージを読むことで、疲れを忘れてさらに頑張ろうという気持ちになれるのです。平野翔のインスタグラムストーリーは、 単なる SNS の機能を超えて、ファンとの絆を深めるための重要なツールであり、彼の人気を支える大きな要因となっています。彼のストーリーを通じて、ファンは彼のことをより深く知り、彼とのつながりを感じることができます。そして、それが彼の人気を支える大きな要因の一つとなっているのです。彼がストーリーを更新するたびに、ファンはその内容に夢中になり、彼とのつながりを再確認するのです。 彼のストーリーは、まるでファンとの対話のようであり、ファンにとっては日々の楽しみとなっています。ファンにとって、彼のストーリーは単なるエンターテイメントではなく、彼とのつながりを感じるための重要な手段です。彼のストーリーを通じて、ファンは彼のことをより深く知り、彼との絆を深めることができるのです。そして、それが彼の人気を支える大きな要因の一つとなっています。 彼がストーリーを更新するたびに、ファンはその内容に夢中になり、彼とのつながりを再確認するのです。彼のストーリーは、まるでファンとの対話のようであり、ファンにとっては日々の楽しみとなっています。平野翔のインスタグラムストーリーは、彼とファンとの間に強い絆を築くための重要なツールです。彼が日々の生活や舞台裏の様子をストーリーで共有することで、ファンは彼を身近に感じ、 彼ととのががりを感じることができま,すまた彼がストーリーを通じてファンに感謝の気持ちを伝えることでファンは彼をさらに応援したいという気持ちになりますこのように彼のストーリーは単なる SNS の機能を超えてファンとの絆を深めるための重要な手段となっているのです彼のストーリーがもたらす影響はファンだけでなく彼自身にもあります彼がストーリーを通じてファンとつながることで ファンからの応援やエールを直接受け取ることができそれが彼のモチベーションとなっているのです彼がどれだけ忙しくてもファンからの応援メッセージを読むことで疲れを忘れてさらに頑張ろうという気持ちになれるのですこのように平野省のインスタグラムストーリーは彼とファンとの間に強い絆を築くための重要なツールです